うだるように暑いな、今日も。今日はね、また坂戸に来ております。要は冷やし中華を食べようと思いましてね、今年まだ食べてないんですよ。でここ近年はね、馬族で食べてたんですけど、まあ、今年のね、冷やし中華の食べ始めはここじゃないかということでね、もう見えてますね。はい、ラーメンショップ太郎坂戸店です。いや、食べましたけどね。で、冷やし中華は悩んだんですけど、ごまと醤油と、まあスタンダードの方がいいかなと思って醤油にしました。で、これが甘口ででしてね、まあ疲れてるこの暑さの中にはちょうどいいなと思いましたね。今日はやっぱね、昼時混んでまして、
まあ、おかみさんとね、喋ったらあんまり顔の写真撮ったりっていうのもあれかなと思って今日は控えました。次はね、オチと一緒に昼飲みしに来ようかなと思います。今日も生ビールは美味しかったからオチでも飲めますね、これはね。